坂商北海道ソムリエの鎌田隆史です。おばんです。聞き酒師秋瓶こと私小橋秋です。毎週金曜日のこの時間は親瓶秋のエゾマリアージュ、日本酒のスペシャリストであり北海道産のお酒に精通している親瓶とその弟子の私がお酒を通して北海道の人や文化などを楽しくお伝えしていく30分ですが、はい、早くも10月下旬です。親瓶、本当だね。早いね。結構10月も飲んでるね。飲んでる、もうの結構飲んでる、うん、うん、もうあちゃこちゃで飲んでるよ別にもう元旦の挨拶してから、うん、私は本当に毎日飲んでますよ。僕もですよ。よしよしこんな2人でお送りしてればはめたよしってどういう意味で今日もお付き合いください。エゾマリアージュ最後までよろしく。親瓶秋のエゾマリアージュ、この番組はイオン北海道の提供でお送りします。イオン毎週土曜日曜は和音ポイントプレゼント、店内設置のハッピーゲートに和音カードをタッチするだけで2和音ポイントをプレゼント。たまったポイントは翌月に1ヶ月分ダウンロードできます。お得な和音カードはお近くのイオンで。エゾマリアージュ、さあ今日も番組にメール届いてますよ。ありがとうございます。ありがとう。南区の安則さん、うん、親瓶秋瓶スタッフの皆さんおばんです。おばんです。この前ね、うん、イオンで初めて日本酒、うん、国士無双を購入しました。あ、やった。普段はね、うん、ビール焼酎は飲むんだけど、うんうん、日本酒を飲んでみたいと思ったのは、うん、番組の影響からだと思います。いやこれめっちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。まあ、お酒は嗜好品だからね、うん、何飲んでもいいんだけど、うん、日本酒って国酒だからさ。そうだね、ちょっとこう試してみるといいと思いますよ。ようやくあれじゃない、うん、イオンさんがこの番組にスポンサーついててよかったと思ったんじゃない、うん、いや本当遅っ、もう50回を超えてからそこでね、うん、安則さんから、うん、質問なんですけど、うん、日本酒との今後付き合い方みたいなのがありましたら教えてほしいんです、うん、こう飲んでいったら楽しいよというおすすめな方法、うん、まず自分の好みを知ることだね、うん、日本酒といってもこう純米の米本来に、由来するこう香り味わいのものから、うん、フルーティーなこう華やかなタイプまであるので、自分の中こういろいろ飲んでみて、あ、僕はこんなのが合うなとか、私はこんなのが好きっていうのをまず、探ってみることね。いろいろね、うん、本当に数多いですし、うん、その中からこうわーっと派生するものあるからさ。あとね、うん、日本酒の瓶って開けた後すぐ飲まないとダメなんでしょうか。味が落ちてしまうとかあるんですか。瓶は飲まない方がいいと思うけど中身は言葉言葉よくこう栓開けたらすぐ飲めってよく言うと思うんだけども、うん、確かに開ければ劣化してくるっていう意味ではスピードはあるかもしれないけど、でもね、はい、冷蔵庫とかきっちり低温で保存しておくと味が乗ってくるお酒もいっぱいあります。そうかそうか、うん、だから一概に生酒とか言われる劣化の早いものだと早く飲んだ方がいいけど、うん、しっかりと作られてるものだったら味わいの変化を楽しんでもらうのもいいよ。安則さんね、うん、月1本でも日本酒購入して飲んで楽しんでいきたいと思いますって、うん、まあ、そういう人たちが1000人2000人1万人10万人増えると、はい、もう全国の、酒蔵復活しますよ。これ親瓶秋瓶といつか一緒に飲みたいですって言ってくれてるんで、うん、連絡しとね軽いねいや実際に飲んでるからね。そうね、飲んだじゃないですか、うん、本当にね、バー蒲田青闇のお店ですけど、そこにリスナーさんも結構やってきてくださるんで、結構来ますよ。して、あ、いたっつって、うん、俺働いてるし自分結構いますよみたいな。なんかね、寒風会は新年会忘年会なんかどんな形かで、うん、みんなと一緒に飲む会を開催しますから、いずれ、アキちゃんの都合からすると土日だね。いい ね、みんなで行こうよ、うん、何人入れるかわからないけどっつって、うん、じゃあ何月の何日集まれみたいな、うん、ただその声かけだけで番組の集合で、ね、誰も来なかったらどうする仲間集まれみたいなのもやりたいと思いますんで、うん、よろしくお願いします、はい、さあ
それでは先週も大いに盛り上がりました、はい、今週も素敵なあの方を江戸マリバー鎌田へお呼びしたいと思います。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おばんです。いらっしゃいませ。ようこそ。やっぱツヤっぽいな今日はこのセクシーな声でお送りします、フリーアナウンサーでグルメレポート、もう4000件以上待ってますね、はい、もうおなじみの足立優子さんです。優子さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。今週も懲りずに来ていただいてありがとうございますね、仕事中に飲めるなんてね、幸せですよ、うん、そうでしょ。幸せでしょ、はい、じゃあ飲みましょう、はい、千歳鶴といえばこれ僕辛口と言われればもう北海道では、うん、僕必ず一押しの中に入れますよ、はい、千歳鶴のなまら町からという、うまいな、もう本当になまら町からっぽいでしょ。いいね。黒いラベルに赤い字でなまら町、赤い字でなまら、うん、プラス日本酒度って言って、プラス15あります、はい、これはいい。かなりキリキリですね、うんうん、皆さん、自分の家にある、お酒を用意してもらってですね、うん、はい、はい、お願いしますよ、ね、あ、いい音。いいでしょ。いや、これ大好きなんだよな、なまら町から。なまら町から千歳鶴の何にでも合うよね。合う。もうしかもね、あのキリキリ辛いんじゃなくて、うん、こうバランスがいい、うんうんうん、日本人さん、なまら町から、はい、よし、乾杯。いや、うまい、うまい。これやばいね。スルスルいきますよね。スルスルいく。なんかね、これね、まだ舌が覚えてるうちにもう一杯飲みたいって感じ。あ、分かる分かる。その辺舌忘れないうちに。さすがですね。でもね、優子さんやっぱりグルメレポーターですよ、うんうん、ね、この表現のいろんな仕方、うん、パターンの多さ、うん、めちゃめちゃ勉強になるもん。いや、そんな飽きちゃうなんてね。いやいやいや、優子さん、ね、どうぞみたいな。私がただ二人もういいから。いやー、でもこのグルメリポートもう難しいと思うよ、うん、ちょっとね、ラジオ聞いてる皆さんでね、うん、こうやっぱこう憧れてる人もいると思うんです、うん、なんかこうポイントとかありますかね。最近、うん、あの渡部さんとか芸人さんで、うん、すごいもうね、食べリポ上手じゃないですか、うん、やっぱりあの人たちは食べてて自分の中のね、比較があるんだよね。なるほど。そう、それをが信頼感で、うん、例えばこの間札幌でお肉食べてて、うん、これはあの鹿とのディープキスですねって言ったのね。私それ食べに行ったの、うん、まさしくまったりとね、ずっとくっついてくるの下に。なるほどね。なんだこの重厚な舌あたりはと。そうそうそう。それを端的な言葉でっていうのは、うん、例えばあのなんか宝石箱やみたいな、うんうんうん、あんななんか突飛な、うんうん、なんか表現でも、うん、その人から出る言葉だったら納得するとか、うんうん、そういうもんなんだなってちょっと最近思ったり。スタイルっていうのはあると思うんだよね、うんうん、ね、だから何か食べても美味しいとかっていう、美味しいって言葉中心に言ってても表情があったりとかさ、うん、そう、表情は大事だよね、うん、テレビとかだったらね、そうそうそう、なんかもう愛しい人を見つめるような感じでね、僕は酒飲んだ時うっとりするこんな感じ。親指のちょっととろっとした目線のような感じ。どう見てんだって。あ、そうかそうか。あ、プラスでね、やっぱりいろんな目線が本当に美味しい時って、うん、こう言葉に出ない時あるんだよね。あれこれ言わなくてね、うん、いいって言われたね、うん、だから、うんうんうん、あれこれ言うとまずそうにも聞こえるしね、うんうん、表情だけでいいとかって言われたら、うん、ね、あきちゃんね、鼻の穴膨らませたりのけぞったりね、いろいろね、そうだね、そういうのはこう画像的なところからするとさ、はい、体で表現もできるし、うん、見てる人たちも分かりやすいけど、うん、こうラジオ長いでしょ、はい、そういう時に、表現ってもっと難しくなる。難しい。だからもう見た目から何から実況中継みたいにね、うん、ラジオだと逆にね、うん、しなきゃいけないし、うん、例えっていうのもいっぱい自分の中になきゃいけないよね。そうか。エゾマリアージュ、HBC ラジオ親瓶明のエゾマリアージュ、坂賞の鎌田隆さん親瓶と私小橋明でお送りしています。続いてはこのコーナー、親瓶のなるほど酒塾。お願いします。普段はね、はい、お酒のこういろんなうんちくも含めたこう知識の伝達をするんですけども、はい、イタリア行ってきた後にですね、2日だけ荷物積み替えて、うん、北半球から南半球に一気に移動しました。オーストラリア編でございます、でオーストラリアに9日間行ってきましたんで、その話をちょっとしたいなということで、うん、今日は時間をいただきました。どうでした、オーストラリアは。えらいこっちゃでした。こ
これね、聞くも涙、語るも涙らしいですよ、皆さん。ゆうこちゃん、オーストラリア行ったことある？ある、うん、最初の税関とか検疫ってさ、うん、なんか引っかかった？いや、引っかかったの、私。引っかかった、なんで引っかかった？私ね、あのね、うん、なんかちょうどね、なんかお腹痛くなったら嫌だなと思ってね、うん、北海道持ってったの。え、なんで、なんで、ね、またこの夏の時は北海道持ってったの？いやいやいや、お腹痛くなったら温めたらいいかなと。そうかそうか。そうそうそう。それ検疫厳しいから、うん、あのすごい注意されたの、うん、持ってちゃいけないものとか、うんうんうん、革靴もダメって言われたぐらい。厳しい。そう、僕もうイタリアから戻ってきて、もうバーって詰め込む段階で、うん、もう忘れてっからポンって、うんうんうん、して、荷物詰めて行ったら、うん、はいって言ってこっちいらっしゃいみたいな。はい、サムライって言われちゃった。気持ち来なかったんだけど、そしたら、はい、あなたの荷物全部レントゲン取りますって。はいって言った、荷物全部開きますってバーンって開かれて、ほらって言って、そしたらもう残らず、うん、財布の中の1万円、1000円、だらせの果てまで並べられて。そんなに？もう全部並べられて、うん、して、あ、メッケって言われて。あ、何メッケされたの？今回外国人もいるところでいろいろこうレクチャーするから、うん、お酒のことね、うん、それで精米部合を説明するのに、うんうんうん、ちょっとお米のサンプル、こうプラスチックのケースに入って、うんうん、きちっとしたやつだったんですけど、はい、持ってたら、いつも、もうダメって言って、で、えっつって、これライスダメなのって言ったら、ダメって言われて、サンプルでも、うん、でもダメって、うん、何の種植えようとしてんだみたいな。ほんで？で、いつグレインって言って、いや、いつライスって、いつグレイン、いつライスってやってるやつに、うん、お前もうダメだって言って、うん言われて、でこれ違反って言われて、うん、もうこと細かに1時間半足止め食らって、して没収されましたよ。結局没収されちゃった。それとね、もう一つ、ゆかちゃん知ってる、あの肉持ってったらダメじゃないですか。ダメダメ。さあ、僕ね、ちょっとね、持ってっちゃったの？持ってっちゃったっていうか、あの入ってた。3センチぐらいのさ、真空パックにした形のままになる、あのサラミソーセージしたね。はい、サラミね。うん、3センチぐらいの。うん、あれ、ついてからなんかちょっと息抜きに食べようと思って、3本持ってた。自分で食べるの？いや、ちょっとなんか、恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしいやつみたいな。仕事じゃないんだ。機内持ち込みのちっちゃいパックに2本入れてたんだよ。飛行機の中で食おうと思ってさ、ちょっとこうウイスキーそしたらでかいやつ開けられて、ちょっと細かにチェックされたら、うん、もう一本3本目が入ってて、あんだけ好きよ、サラミだったね。これは何ですかみたいな、うん、あの手荷物に隠してたのはサルコトだから、もうトランクのでかいのにも隠すなって。サラミ好きだねって言それも記事だで、日本語ででもね、ね、ちょっと写真にもアップしますけどね、ここに勲章だね、勲章見たことないよ、それ。いや、ないない。日本人の方々も初めて見たっていうね、はい、あなたはオーストラリアの検疫法に違反しました。違反しちゃった。そういう署名なんだ。なんか相撲の表彰式みたいな。表彰状。今回は警告の措置にとどめる旨を決定しました。はい、許してくれ、警告で許してくれ。もう警告は、うん、イエースって、うん、罰金とかなかったんだね。で、罰金とかもね、うん、本当は10万ぐらい取られるところだったんですよ。まあ、ところがもう OK で、うん、で、まあ行けと、うん、なんか僕の素性を調べるのに、うん、なんかネットで調べて、もうすごいプリントアウトしてきて、これお前かっつ、これお前か、これお前かっつって、うん、そうですっつって、これイタリアのやつ、これお前かっつって、うん、有名なの分かったっつって、うん、もういいからお前行っていいから、うん、オーストラリアの検疫税関は厳しいってことを日本で伝えるって伝道師だ。俺日本酒伝道師に来たんだけど。日本帰って、おすごいお役目。厳しいと。すごいお役目。サラミダメだぞ。ダメだぞって。3本も持ってきてるよ。もう3センチのサラミもダメだったって、ね。すごいね。いや、でもここのね、うん、お酒塾のおかげで、厳しいってことみんなにちゃんと、うん、その約束通り。オーストラリアはお酒に関してはですね、日本酒の日、10月1日日本酒の日だったんだけど、うん、すっごい盛り上がったね。ああ、そうなの。もう浸透してるんだね。うん。して、まあ、これからまだまだね、うん、こう広がる余地もあるんだけれども、うん、北海道の酒、まあ、処刑内容みたいなもんですよ。北海道の酒もちょっとオーストラリアにね、うん、もっと入れてもらいたいなって言ったらね、男山、世界の男山ですね、うん、はい、木本純米とかは本当に普通に売られてました。へえ、うん、いや、まだまだ他の人飲む飲む飲む日本酒で、まだまだね、高いでしょ。でもね、高い、うん、でワインがベースにあるんで、うん、で
まあいろんなワイナリーも、回ってきましたけども、うん、やっぱり醸造酒っていうところでは、うん、ベースは理解してくれてるんで、うん、まあ、発展の余地はまだまだあるから、これからですね、うん、コアラにもカンガルーにも会ってこなかったんで今回は、うん、お酒にしか会ってこなかった、またちょっと行って、うん、コアラに会って、コアラカンガルーね、コアラね抱っこするとね、うん、案外ね牙、うん、牙じゃなんて爪鋭くて、うん、私もう唇切れたね。切れた、いやちょっとやった、いやあんな可愛い顔してるのね。そう結構ね。ということで今週もモヤビンのなるほどお酒塾お送りしました。エゾマリアージュ、はい、でも4000軒以上回ってて、うん、なんかやっぱこう心に残る店とか人との出会いってどうですか。うん、まああるけど、うん、味の記憶ってどん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 新しいとことすり替えられてくんだよね、自分の中でも。だから上書きされてくる。そう、うん、だからあそこのあれ惜しかったのになって食べたら、うん、あれって思うこと、うん、変わってるんだね、自分の。あれ例えば代替わりしたとか、うん、規模が大きくなったとか、うん、思い出ってそして美しくなるもんね、やっぱりね。そうなの、だからよく今まで美味しかったとこどこですかとか聞かれるけど、うん、今紹介してその人が行ってどうだろうとか思っちゃうのね、うん、だから思い出話になってちゃうというか、影響力が強いからなおさらそういうところってこう自分の中で消化していかなきゃなんないもんね。そうね、だから今おすすめはとか最近のとかって言うと、うん、でもお店を聞かれるとすごい困る、その人が普段何食べてるか分かんないと、うん、あとやっぱり私はコストパフォーマンスって言ったらまあちょっと平たい言い方になっちゃうけど、これでこれかっていうのに感動して、それは仕事じゃなくてもすごいフェイスブックでも拡散する、なるほどね、結構参考になってるからね、感動するのだからね、3000円でこれ5000円でこれみたいな、自分のそれ今までの経験値だと思うんだけど、その中でこれはみんなに伝えなきゃってなんかね、夜も眠れない時がそれは僕もある、それで思わずあげてしまう、そうよね、いい人たちだね、そうなの、思わずあげてしまう参考になるわ、うん、そういうのあるよ、あるある、これは教えて、こんなにご主人努力してんのにってみんな分かってないからね、これは例えば私今オホーツクに帰ってるけど、コスパがいい店いっぱいあるんですよ、でみんな自信がないっていうかね、その褒められたことないし、天ぷらでフルコースで2000円で出してる、どこエビゾーっていうの、エビに始まってエビに終わるの、最初にエビ2本出てきて、エビこれで終わりかなと最後に1本出てくる、やるねやるねエビゾー、そういうところ心意気っすよね、分かってる、でもね、お客さんのことで、やっぱり地元の人、天ぷら専門店あるんだって知らないの、あ、高そうって言って知らないのね、うんうんうん、でも2000円だといいでしょ、絶対、そう、びっくりしちゃうの、もう一つね、これね、最後にちょっと聞いておきたいんですけど、ゆうこさんといえば酒ですよ、やっぱり酒の我々の大好物、はい、失敗談ね、知ってます、もういろんなもうあの大酒飲みの失敗談を聞きつつ、はい、我々は成長するっていう、はいこれ聞かないと終われないですわ、あの放送で言えることと言えないことと、多いと、じゃあ言えない方でお願いしますぜひ、うまくピピーとか言いながら、ピピーとか言いながら、ね、やりました、いやいや下ネタじゃない方ね使いそうなところだな、使います、神業でなんとかうちのね神ディレクターが、神ディレクターがね、もうなんかありそうですよ、ありそうですよって、ね、まあね、失敗談っていうかね、大体、酒に飲まれるタイプね、でも飲まれない時飲まれない、あきちゃんと一緒だ、あ、そう、あきちゃんと一緒、ちょ途中まではね、飲まれないの私、じゃあなおさら一緒だ、いきなりガンみたいな、急にね、あるいわゆるブレイクポイントですね、そうですね、あるよくな、記憶ある方、ない方なんだ、ない方、次の日、知りたいなと思った、そういえばあそこで転んでたって、でタクシー降りた後にドスンと落としたよって後で友達が降りた後転んでた2回後とか言ったら、お尻痛いなと、尾底骨ねひび入ってたとか、いやちょっと同じタイプだ、私も尾底骨ひび経験ありますわ、でもあのね、前にね、ちょっといつぐらい、結構だいぶ前の話だけど、飲み会で結構酔っ払って、送ってもらったんですね、スタッフにね、飲み会で酔っ払わないことないでしょ、いやそんなことないよ、かまっちゃん、そうなの、そう送ってもらったの、でマンションの入り口で、部屋まで送ってくれてもよかったんだけど、入り口でそしたらね、私廊下で寝てたの、嘘でしょ、ありえないでしょ、いや寝てたの、あんた隣の奥さん起こしてしかもマンションだから初めての会話隣の奥さん初めての会話、あの
達さんですよね。あ、もう素性も知れてて。そうそうそう。起こしてくれた隣の奥さん。よかったね、拡散してなくて。数日に引っ越してたね。当時はそんな SNS が活発じゃないから、私当時の SNS 活発な頃だったら、すごいと思う。たまに検索すると、足立さんお疲れのようでって、市場の片隅でっていう。朝市場の取材で、二日酔いで動けなくてうずくまってる私写真が怖いね。いや今だったら私死んでました。もうね、当時はそういう機能があまりなかったから、10年ぐらい前だったらそんなにないから、だけどさすがに朝早いからお疲れなんですねみたいな。お疲れでもそこに寝る選択肢はないよ。いやいや、はい、よかった俺そういうのないもん。俺ちゃんと床に入って寝てるから。お呼びは記憶なくさないらしいですよ。本当、うん、そうやって言うと嘘こけってあるけど、僕は、なくさないで、だからあの理解はできます、理解はできますけど、その家の前のところに寝るのは理解できない。これびっくりだよね。いやいや、あの足立優子がですよ。そうですよ、転がってんすよ。びっくりだわ。あとはね、あの送ってくれたあのテルツインだって、イタリアの堀川さんがね、未だに何十年も言うんだけど、送ってきました、家の前に着きました、車から降りないで寝てたんだって。迷惑。1時間いたってうちの前にとかね。あ、堀川さんが車で送ってくれたんだけど、そこにずっと寝てたの。ゆうこさん、ゆうこさん来ましたよって。堀川さんの優しさから考えるとなんかわかるような気がするね。来ましたよってね。何度も僕声かけたんだと思うんだ。うん、そうだね。そうね。触るに触れないからさ、声でね。頭グングン振って。あ、ダメだ俺。そうね、もうさ、扉開けてさ、なんかもう蹴飛ばしたくなったと思うよ。さっさと降りろお前みたいな。いや、彼はジェントルマンですから。人に歴史ありね。未だに言われるのそれね。あ、でもいい逸話ですよ。それで乾杯みたいな感じで。そっか、いろいろやっぱあったね、ほったらね。まだ。今度ゲストなしで、秋さんのそういう話だけで番組できるできる。私また最近もありましたからね、どんどん更新してってるんで、じゃあ今度更新の度合いもどんどん激しくなってるんで、お楽しみにみたいなねことでございまして、またぜひゆうこさん遊びに来てください。もう飲めるならどんどんとか、ゆっくりゆっくり飲もう。ゆっくり飲みましょう。今日もゆっくり飲んでる。ゆっくり飲んでるけどさ、どっかでさ、あのちゃんとしたこともちょっと喋んなきゃとか思っちゃうのやっぱり。この番組無理ですよ。ほぼほぼね、特に2週目ということで、さあ今週もですね、フリーアナウンサーの足立優子さんをお迎えしました。エゾマリアージュ。イオン毎週土曜日曜は和音ポイントプレゼント。店内設置のハッピーゲートに和音カードをタッチするだけで2和音ポイントをプレゼント。たまったポイントは翌月に1ヶ月分ダウンロードできます。お得な和音カードはお近くのイオンで。お送りしてきました、親便焼きのエゾマリアージュ。ここで恒例のプレゼントです。はい、番組宛てにメッセージをいただいた方の中から毎週抽選で1名に2000円をチャージしたイオンギフトカードをプレゼントしています。はい、メールには番組の感想やいろいろな質問等々、どんな内容でも結構です、送ってください。宛先はエゾマリアットマーク hbc.co.jp まで。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。当たった方はですね、もうぜひ北海道ジェネラルイオン北海道のお店行ってですね、道産酒のコーナーがあります、そこでお酒をゴーッとこうピックアップしてね、買ってもらいたいと思います。日本製酒のお酒もいっぱい並んでますので、よろしくお願いします。お願いします。 Facebook も新しい、情報がどんどん出てきますので、いいねをプチッと押して、最新情報をゲットしてください。はい、よろしくお願いします。さあ、ゆうこさん、2週にわたりましていかがでしたでしょうか。いや、話尽きないね。尽きないね。全然足りないでしょ。あのね、足りないっていうの分かった。もうみんなゲスト言うもんね。あ、そう、また来ればいいね。またまた呼んで。足りないっていうか、私お酒空なんだけど。
本当だちょっと話より酒が入りたいもんこれはね僕ソムリエとしてね今ね怠ったわ本当、ね、すげーうん、ゆうこさんは本当日本酒だけじゃなくて、うん、いろいろなお酒に精通してますよ。ゆうこさんお酒をね博愛主義で私ね、はい、ザ・ちゃんぽん派なんです。そうなんですね。僕と一緒だ。そう一緒、うん、私一晩に全部飲む、うん、本当ウイスキーまで行く、うん、かな。え、あきちゃんそんな顔してるけど、はあ、俺知ってるよお前もだろってお前もだろ何自分だけ違うふりしてるんだいやー面白いね。いやそして面白いといえば、はい、このまたちょっと面白そうなイベントありますね、うん、これ興味津々だね、はい、うん、それではワインのお話、心まで酔わせる魅力とはということで、うん、11月の2日なんですけれども、うん、お話だけなんでね酔っ払わないと思うんですが、うん、あ、そうなんだ。はい、トークショー と、うん、講演というのがですね、はい、私コーディネートいたしまして、うん、ですね、神の雫という、あ、漫画のね、そう、全世界で、うん、なんと1000万部。へー、すごくないですか。韓国とかね、うん、あとね、いろんな外国でも、うん、テレビドラマにもなったりとか、テレビドラマになりました。ソムリエさんのね、うん、ワインのね、まあ、教本とも言われておりますが、す、神の雫、今ね、あの第2マリアージュということで連載もありますけれども、うんうん、原作者の阿木忠さんを呼びいたしまして、はい、うん、はい、それで、ちょっとワインのお話ね、うんうんうん、で漫画に使われるワインっていうのは実際に販売されてるもので、そうなんだよね、本当にあれ、ね、大ヒットですよね、うんうん、北海道でもちょっとイメージ膨らんで、うん、漫画の中で登場してるワインもいっぱいあるんですよ。であとは、うん、まあそういったワインに精通してる方から全体的なワインのお話、うんうんうん、そしてもう一公演は今注目されるワイン産地北海道ということで、うんうん、NPO 法人ワインクラスター北海道代表の阿部さん、阿部正史さん、はい、がいらっしゃって、道産ワインは実はこうなんだって、私はね親分にね、このね、うん、歴史始まったばかりってところにすごく興味があって、まあはい、次の時代につなげるのにね、うん、自分たちがやれることをやりたいと思うの。そう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 、多分美味しくなるのはね50年後かもしれないの、うん、私たちが死んでからかもしれないんだけど、だって世界のスタンダードと言われるワインの中で、うん、フランスが、今の地位を築いてきてるっていうのは何十年続いてきてるからこそじゃないですか。まあ、北海道のこの逆に創世記のところで我々が見ることができるっていうのは、うん、貴重かもしれないね、うん、そうですね、うん、そういった意味では、うん、本当にあの歴史の生き証人としてみんな、あの今北海道ワインを知って飲みましょうって私もすごく共感するんですよね、うんうんうん、そうです。それでですね、こちらはワインのお話、心まで言わせる魅力とはということで、トークショーと講演がありますが、うん、はい、11月の2日、うん、ホテル大倉札幌の2階で、時間は夜の6時30分から8時半までとなりますが、はい、しかも無料なんて書いてますよ、はい、参加費無料でございます。200名、はい、200名どなたでもご参加できます。事前にお問い合わせは北海道保健医会の事務局まで、電話番号は 011-231-6281 011-231-6281。 当日はね、ワインのプレゼントとか、うん、この原作本のね、サイン入りのね、本のプレゼントとかあります。本当ね、行きたい、新したらいいんじゃないって言ったの。でも、ね、うん、200名でし、まあ、うん、まあ、どうしようかなと思ってます。やっぱし飲んだ方がいい？飲もう俺もいいと思う。いや、2人相談したら飲むべって言うしょ。行こう、うん、あ、そう、今検討中で、なるほど。じゃあちょっとね、はい、11月2日、うん、こちらもお楽しみにしていただきたいと思います、はい、ということでお送りしてまいりました、親瓶秋のエゾマリアージュ。お相手は親瓶こと鎌田隆史と、秋瓶こと小橋秋と、お酒には博愛主義の足立優子でしたさようなら。秋のエゾマリアージュ、この番組はイオン北海道の提供でお送りしました。